それでは、我々のセンター、千葉大学環境リモートセンシング研究センターの、取り組みについて説明させていただきます。よろしくお願いします。我々のセンター、全国共同利用、共同研究拠点の一つです。もともとは1963年の天然色光学研究施設、もともと千葉大の工学部は、東大の第二工学部を出身の母体としていますので、柔らかい工学が基本になっています。その中で、テレビのところの部分の総天然色を研究するところからスタートしていって、1995年に全国共同利用施設の環境リモートセンシング研究センターに、発展的に改装しました。で、我々のセンターのミッションとしては、リモートセンシングに関する先端的な研究を行うこと、リモートセンシングデータを用いた地球表層研究の発展、リモートセンシングの社会貢献の3本柱で、これまで研究を推進してきました。他にいろいろ共同利用施設いっぱいありまして、100人規模のものから我々のところが一番人数が少ないところだと思いますけれども、専任教員が10名、特任教員等を含めると30を入れたところで35名で、学生を入れてスタッフとか入れると150人ぐらいの規模の、センターで日々、研究あるいはデータの部分の処理とかを頑張っています。で、必然的に、環境リモートセンシング研究センターは人工衛星のデータを収集して処理をして公開するという機能になっていますので、その部分に関して説明を進めていきたいと思います。もともと設立した当時のところの部分ではテープアーカイバーを設置して、その中に衛星データを溜め込んでいて、ユーザーからのリクエストに応じてCDR に焼いて提供するって形の部分が、想定されていました。10年ぐらい運用してきたんですけれども、世界的な流れでデータがインターネットで取得することができないというところの部分が、不便であるという意見をいくつかいただきましたので、それに対応するために、出だしは小さく始めるということで、PC ユニックスのところの部分から、データアーカイブシステムを、構築を始めたというのが最初のところの部分です。で、始めた頃は、今見ると非常に小さい容量ですけれども、12テラから20テラバイトのストレージの中に、テープアーカイバーに入っている情報で公開するものを映、すという作業を進めていきました。それで、1年ぐらいかけてデータを、移行していって、2006年でテープアーカイバーを停止するというところになります。で、後で説明しますけれども、2007年から、文部科学省の共同利用機関のところの部分が連携する事業、バーチャルラボラトリーが始まることによって、ストレージとかサーバーが非常に増えてくる形になってきます。そうすると、2007年から2008年にかけてデータが倍増してくる形になってきますけれども、もともとちゃんとしたサーバー室を構築するという観点で、スタートしてなかったところもありましたので、2008年にはアーカイバー室とテープアーカイバー室を撤去して、42のラックを設置するという形の部分で、2009年から2010年のところの部分で、ある程度大きなストレージのところの部分のシステムが構築されたという経緯があります。で、今話したところの部分の内容として、2007年に文部科学省の特別事業として、全国共同利用施設の中の、気候研究に関わるところの部分のセンター研究所がお互いの、得意技をうまく組み合わせて気候研究に関する、バーチャルラボラトリーを形成しようというところの部分の試みが始まりました。東大当時は、気候センターでしたけれども、気候センターは気候モデルの、中心的なセンターで、やられています。で、名古屋大学は当時、研究センターだったんですが、今は、研究所に改装されています。水循環であるとかレーダーに関する研究が非常に盛んです。で、東北大学共同利用施設ではありませんけれども、CO2 の高精度の観測であるとか放射に関する研究、あるいは人工衛星を用いた海洋研究等が盛んな研究センターです。で、我々は、人工衛星を用いた研究の、共同利用拠点なので、それぞれの、利点を生かせて研究を、仮想的な研究空間として研究をしようというところの部分の枠組みがスタートしています。で、その中で我々のセンターは静止気象衛星のデータを、全球的に網羅して処理をして公開するというところの部分をここのミッションに掲げて、作業を進めていました。で、始めた当初は最低でも近年10年間の、
6つの静止気象衛星のデータ、日本付近のひまわりのみならず、ヨーロッパの2つの衛星、あるいはアメリカの2つの衛星等を含んだ形の部分で全球を網羅する形で人工衛星のデータを収集して処理をするというところの部分をミッションとして掲げています。でその際には、元々のデータは地球を、上空3万6千キロから取っていますので地球が丸く見えます。で丸いままだと、解析には非常に使いづらいということで緯度経路直行座標系の情報に変換するというところの部分の処理も自動で行うようなところの部分を行ってきました。で個々の衛星とか全球合成したデータの公開サーバー群を立ち上げて、まあ、主要な衛星のチャンネルに関するところの部分のデータを配信するというところの部分の処理を進めてきました。そうこうしているうちに、我々のセンターこうしたところの部分の静止気象衛星の、まあ、情報を集約しているセンターとして認知されるようになってきました。そうこうしているうちに、2014年から15年にかけて、気象庁のひまわりのデータも一世代前のひまわり7号に比べてひまわり8号、9号、いわゆる第3世代の衛星に変わっていくという状態に変わってきます。一つ前の衛星だと、観測されているバンドは5つしかありませんでしたけれども、現在のひまわり8、9号は16バンド、目に見える波長のところの部分は1つのところから3つに変わってきて、モノクロからカラーに変わってきています。他のバンドも非常に、数が増えていますので機能強化がなされています。で観測頻度に関しても全球の観測が10分に1回、でその間に日本域を2分30秒に1回で、台風とかのイベントがあった時に2分30秒に1回観測されるということで観測頻度に関しても大幅なブレイクスルーが、起きています。でこうしたところの部分の一つの例として、2022年の1月15日に起きた、トンガの噴火に関して、日本とアメリカの静止気象衛星がその部分の噴火の様子を捉えていますので、その動画をお見せします。まず最初にひまわり8号ですね。ちょっと見えますかね。トンガの噴火があったところで、その部分から同心円状に、空振と言われるところの部分の振動が全球に現れてくる。こうした、全球規模で見えるような形で時間的に早く動くような現象を捉えるときには静止気象衛星というのは極めて、有効になります。同じようにアメリカの衛星でも、そうした状況を捉えています。アメリカは2つの衛星がありまして、こちらはゴーズの、イースですね。これは捉えていませんけれども、次ですね、取れていきました。今ちょうど噴火されている様子のところ分が、捉えられています。こうした形で、複数の静止気象衛星で、噴火の様子を捉えることができるという形の部分で、非常に有用なセンサーであるということが分かります。でそれと同時に、こうしたところの部分の情報、非常に、有用なんですけれども、丸い状態で使うのはやっぱり難しいので、この部分を緯度経路直行座標系に、変換する、その際により正確に緯度経路に合わせるような精密幾何補正といいますけれども、その部分に対しての、技術的な開発を行いました。その結果、今、準リアルタイムで、静止気象衛星のデータを取ってきてから、大体、今は古いバージョンで40秒、新しいバージョンで1分30秒ぐらいで、処理をして、この部分、緯度経路直行座標系に、変換して公開するという処理を、行っています。こうしたところの部分の情報の処理を行っています。でそうなると、これまで、なし崩し的に3階でサーバー室を運用していましたけれども、大学のジムからですね、3階にサーバーをいっぱい置いておくと床が抜けるという形の部分の問題点が出てきましたので、急遽、1階の事務室とセンター長室を潰す形で、サーバー室に、置き換えました。それも結構そのひまわりの切り替えるタイミング、ギリギリのタイミングで工事をしていって、まあ、穴開けて、サーバーのラックを乗っけるための部分の構造物を置いて、慌てて、ひまわり8号が打ち上がる前のところの部分でサーバーを移動していって処理をするというところの部分を行っています。でその際に、大学との、やり取りの結果、グローバル IP のところの部分でデータ量が増えるということで 10GBPS の回線を直に入れるという処理を、行っています。
そうした活動の結果、現在のところですと、ひまわりの1号から現在までにかけての、30年近いデータが我々のセンターに蓄積されていて、すべて誰でも公開して、見れているような形の部分で公開されています。それ以外でも、ヨーロッパの主要な衛星であるとか、アメリカの主要な衛星に関しても、結構古い段階のデータから現在にかけてのデータを取得していて、かつ、特にアメリカの衛星は誰でも取れるような形の部分で公開を行っています。ヨーロッパに関しては、ヨーロッパのデータポリシーがありますので、そのデータポリシーに従って、申請していただければ使えるという状態になっています。でその結果、先ほどの一つ前の発表に比べると非常に容量的には小さい形になっていますけれども、公開できているデータとしては今の段階でだいたい4ペタバイト弱ぐらいで、処理するためにはその10倍ぐらいの量がありますので、だいたい今30から40ペタバイトぐらいのストレージがあります。で提供しているデータ数も、ひまわり8号が運用される前はだいたい1500万ファイルぐらいが年間、一般から使われていましたけれども、ひまわり8号が始まったところで、ファイルが飛躍的に増えてきます。でその後、認知も増えてきたので、だいたい1億から2億ファイルぐらいの、データの利用がありましたが、最近、コロナ禍があって、家でデータを解析する人がだんだん職場に戻ってくる形になってきたので、ファイルの、使用量が、少し元に戻りつつあるような現状になります。でこうした形でひまわりデータのみならず他の人工衛星データを一般的なストレージのところ部分のところにアーカイブしていって処理をして公開するというような活動を続けています。こうした活動以外でも人工衛星のデータを使うためにはそれの検証をする人が必要です。そのために我々のセンター大気を計測するところ部分の専門家がいまして、こうしたところ部分で、スカイネットと言われるところの部分の、観測網を、国際的に構築をしていって、リアルタイムで、空の状態をモニタリングしながら、クオリティコントロールして公開するという処理を、行っています。でそれ以外にも、A スカイと発する部分で、スカイラジオメーターとは違うような、複数の測器を導入してあげて、リアルタイムで、データを世界中から、集めているという処理をしています。こうしたものは人工衛星に比べるとデータの量はあんまり大きくありませんけれども、回線が安定して取得できるということがデータ転送の観点で極めて大事であるということで、この部分の説明をさせていただきました。最近では静止気象衛星、もともと気象の観測ですけれども機能が強化されたので陸面のモニタリングにも非常に有効であるということでいくつか研究が推進しています。例えば、2019年にサイエンティフィックレポートに、掲載された論文では、ひまわり8号の高頻度観測、10分に1遍の観測が極軌道衛星で1日1回観測されるものに比べて、晴れている状態の観測頻度が非常に増えるためで、植物季節といわれる植物の、芽吹いてきてから展開して、葉っぱが転用していくというところの部分をモニタリングする際に極めて有効であるという論文を出されています。それを、結果を踏まえて今度はアマゾン熱帯雨林ですので1日1回の観測で見てあげると、非常に雲で覆われている割合が多くて、地表面の状態でモニタリングされている割合が非常に少ないんですけれども、アメリカの衛星 GOES のところの部分で、処理をしてあげることによって、1ヶ月間のデータ、こちら側の左側の方が、静止気象衛星、右側の方は極軌道衛星の、観測です。で、見ていただけると分かるように、だいぶ、右側の方は抜けがあるんですけど、左側の方では、全然、違うような値になってきますので、GOES-R の高頻度観測が Amazon 熱帯雨林のモニタリングで有効という研究例が、Nature Communication に出されています。で、我々のグループでも、例えば、ひまわりから推定される地表面温度の日変化の波形、熱波とかあるときには日変化の格差が大きくなるというところの部分のその変動パターンを取り替えの、モニタリングすることによって、モーションによってどういうふうに変動するのかというところの部分で、環境研究に使えるという形の部分で表現されています。この最後のところの部分ですけども、これが、いわゆる、VPN を使って処理をしていくところの部分の例です。サイネットの VPN の、L3VPN を使ってあげて、
情報通信機構 NICT のところに出されているひまりリアルタイムウェブの、データをいくつかの、九州大学とか信州大学、京都大学、千葉大学のところの部分で、分散して、データを持つことによって、負荷がいっぱい、重なったところの部分で負荷分散をしてデータを共有するという枠組みを使っています。これはインフラとして半分使っているんですけれども、各大学機関のところで部分では必ず年に1回、点検停電があって、運用が停止しちゃいます、停止してしまいますので、その部分を避けるために、こうした形の部分の VPN でローカルでバウンドするという処理をして、円滑な運用ができるようにしています。で最後に、サイエンスの感謝と、衛星データを用いた今後の展望についてです。まず最初に非常に安定して高速で低レンテシーなサイネット回線、が非常に、我々の研究の推進にとってありがたいと思っています。電力と空調安定と同程度ぐらいに、重要だと思っています。で一方で、世界の研究の潮流としては、サーバークライアント方式よりも、Google Earth Engine とか AWS を使っているクラウドを使うところになっています。世界的にはクラウドの中に入っていない衛星データはないものとされるというところの部分がありますので、その辺に対しても、今後いろいろちょっと対処していく必要があるのかなと思っています。一方で あるだけじゃなくて、やっぱり有効のデータは使っていただけますので、我々のセンターのところにあるデータの部分を地産地消という形の部分でネットワーク的に近い計算機と連携していくことが大事だと思っています。最後に、今回は観測の話だけをしましたけれども、コンピューターシミュレーションとの盛り高度な融合として、最近、キーワードとしてデジタルツインと言われています。でこうすると、今度データサイトで出てくる量が10倍以上になってきますので、これに対しても今後対応していく必要があるかと思っています。以上です。ありがとうございました。